じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、キャンプ前半終了しました、早いもので。ああ、はい、早いけど、うん、やってる選手たちは、うん、辛いよ、長いと思うよ。だからこっからも後半、それでオープン戦でもう開幕っていうふうに、ね、まあ、なって、オープン戦に入るとね、うん、まあ、ある程度こう開幕を見据えてっていう、はい、まあ、今も開幕は考えてるんだろうけども、まだまだね、うん、精神的なプレッシャーっていうのがないからね。そうですよね。まあ、肉体的な疲労はあって、うん、精神的なプレッシャーっていうのはやっぱこう結果を伴っていく段階からこう生まれてくるからね、はい、うん、まあ、若手は紅白戦でもある程度プレッシャーを感じながらやってるけどもね。そうですね、はい、でね、今日は前半終了ということで、はい、前半の段階でこのチーム要注意、脅威になりそう、そういったチームをちょっと豊さんに挙げていただきたいなと。どこもよく見えるんだよね、キャンプは。で、やっぱキャンプに行ってお世話になった以上、言わないと、なんとなく言いにくさもあるよね。あ、まあ確かに。で、まあテレビとかでもある程度こう見ながらね、行ってないところはこう抑えつつなんだけども、はい、まあセリーグでしょ。まあそうですね。まあ、とりあえずね。でもこれで阪神って言ってしまうと、まあ、そりゃそうだよねっていう。多分ね、うん、この動画っていうのは脅威になるっていうのは一つの中心になっていく球団を設定しないとさ、うんうんうん、なかなかこう話しにくいからね。やっぱこう筆頭は阪神だよ。いや、阪神に脅威になるチームってことですよ。そうだね。まあ、昨年の日本一のチームだしね。うん、脅威になっていくっていうのはまだわからないけども、まあ、巨人かなっていうような感じがするよね。巨人、まあね、あの前半宮崎でキャンプ、このね、可能性はね、阿部監督がどんな野球をやるかっていうね、うん、一つのポイントもあると思うんだよ、はい、で、岡田監督っていうのは話をしたらね、まあ、新井監督も立浪監督も、まあ、高津監督、三浦監督、これはね、ある程度掴んでる動き方を、うんうん、ただ新監督になった巨人、阿部監督の動きだけは分からないと思うんだよ、うん、で巨人の印象を聞いてきたんだよ、はい、昨年の あの岡田監督に、岡田監督に、そしたら動きそうで動かなかったなって、原さん、うん、へえ、動いていい場面でも自重してたのかなって、うん、もうね、本当に分析してるんだよ。じゃあ岡田監督はもっと原監督が動いてくるっていうのを想定はしてたんですか？想定しながら戦ってたんだけど、動いてこなかった、うん、これも一つの向こうの手かなっていうふうには感じてたけども、意外と動かなかったなって、うん、で中日に関しては、例えばその阪神が 1-3 塁になって、うん、中日のベンチが非常に盗塁を警戒してると、うん、動かさなかったと、はい、なぜかというと中日は打たないと、うん、確実に 1-3 塁でいやらしい体型で点を取った方が相手は嫌がると、うん、もう本当に把握してるんだよね。特徴もそうですね。特徴もで、特徴をつかめきれてないのは巨人なの。阿部新監督がどう動いてくるのか、うんうん、だからそれも脅威だし、はい、あとはやっぱこう内野手っていうのはもう鉄板的に決まってるというね、うん、はい、あとは外国人も含めた外野争いというか、はい、まあ、いろんなことが起きてくるんだろうけども、まあ、その中でやっぱこう補強したよね、はい、あの中継ぎ陣を徹底的に、はい、でね、先発って言われるけども、まあ、菅野がある程度投げる、うん、戸郷がエース級になってきた、で山崎伊織がいるとか、うん、こう揃えていくとある程度戦えるメンバーはいるんだよね。そうです、ね、まあ、赤星も良くなったしさ、はい、だから中継ぎをどうするのか、うん、馬場が入った、はい、鈴木がいるみたいな、はい、ね、泉がいる、高橋嶺、高橋嶺がいるとか、はい、いろいろそこら辺はね、豊富になってきてるんだよね、うん、だからね、ここは見えない部分なんだよ。確かにそうか。あ、馬場投手とケイケラーが行っちゃってるんで、うん、さらにね、嫌ですよ。いや、だから大勢が今ちょっとあれですね、故障したって言ったとしても、はい、嫌だと思うんだよね、不気味だと思うんだよ。そっか、どういう戦い方をしてくるか、うん、やっぱね、監督としてこう戦っていってどういう動き方をするかっていうのは、動き方によってはものすごいこう脅威に感じるし不快感になってくるんだよね、うん、だからそういう動き方を阿部監督がするとしたら巨人は脅威になってくる、うん、だから今まで通り、ね、王道でどしっとしてて打つの待つっていうんだったら、これは術中にはまってくると思う、岡田監督。うん、ただここで、え、こういう手打ってきたっていう風になってくるとちょっと嫌だろうな。そうですね。あとピッチャー相手がね、うん、手をどう打ってきたか、これね、
本当に岡田監督って考えてるから。それを阿部新監督っていうのはどういう風な試合展開？いやだから楽しみなんだよ。原監督イズムは？でもいやそれは自分の野球、自分の思考で考えていくと思う。ああ、そうか。だから昨年 T 岡田が、はい、ね、日本シリーズで代打に出てきたと、うん、島本ぶつけたと、はいはい、ね、代打の代打が来るとは思わなかったらしいよ。あ、そうなんですね。あ、そこは開いたと思ったらしいよ。あ、岡田監督でさえ T 岡田にこう送ってくるかみたいな。あ、代打の代打来たかって、うんうん、そういうことはやっぱ計算しながら出してるから、だからその計算を狂わせるような采配が阿部監督はできるかどうか、うん、他の球団はいろいろ戦いながらもうだいぶ把握してるんだよね、はい、で戦力と分析して、ここだったらこういうふうな手を打ってくるな、あ、やっぱそうきたかみたいな、もう将棋をこう詰めていくような戦い方をしてるんで、多分新庄監督のような監督とやるのはちょっと岡田監督は嫌だと思う。あと、まあ、トリッキーとか何を考えてるかわからないっていう、うん、いやこう大胆にやってくるというかね、うんうん、度胸よく、うん、まあ、新庄監督は何言われてもいい、俺の野球をやるんだっていうような信念があるから、うん、まあ、他の監督の信念があるんだろうけども、だからそこら辺はすごくどういう動きをしてくるのかっていうのは非常にこうデータを取ってると思うよ、うん、これからだけどね、はい、オープン戦でもどういうことをやってくるのかとか、うん、だから面白いと思う。あと、まあ、巨人紅白戦でもそうですけど、やっぱりあのベテランの選手とかも決まってる選手だけじゃなくて若手の選手を結構阿部新監督使っていて、例えばその佐々木選手とか伊豆口選手とか、あと去年のドラフトが1位の西舘投手以外がやっぱり社会人だったりするじゃないか、即戦力、そういったその若手とか即戦力 の, その若い選手たちを阿部新監督このキャンプで結構こう見てるというか。いや、そりゃそうだよ、うん、そりゃね、一人でも多く戦力としてやらさなきゃいけないし、うん、やってもらわなきゃ困る。そのために社会人から即戦力のような形で取ってるんだ、うんうん、ただそこに頼るようでは、うん、ダメだよ。やっぱ基本そこは味付けであって、うん、やっぱメインはやっぱ内野をこう守ってる、ね、うん、選手たちだろうから、はい、ここがどういうふうに機能するかっていうことだよ、うん、だからセンターに入る、まあ、例えば佐々木だとか、はい、萩尾だとか、はい、まあ、佐々木は肩強いな、ね、いいですね、なそうなんですよね。あ、だからそういう特徴を持ってたらね、うん、非常にいいし、はい、だからライトを誰にするんだ、レフトを丸なのかとか、そうですよね、いろいろこうね、まあ、動きながらこう決めていくと思うけど も,、はい、もう形をはまった時にはやっぱ勝負になってくるよね、うん、あとはやっぱりこう監督がどう動かしていくのか、どう手を打っていくのか。で、阿部監督がその、まあ、センター丸選手っていうことを一時コメント出してましたけど、それは岡田監督的にはやっぱりセンターとかああいうところに丸選手が入るっていうのは去年とはまたちょっと違うの嫌なものなんですか？いや、そうでもないよね。ベテランだし、なんかこう いろんなパターンを考えてるから、バッターとしてもセンターとしても嫌なのかなとか思ったりもしたんですけど、そうでもない、まあ、そうでもない、まあ、誰が来ても準備は整えてるから、うん、だからそこに奇想天外なことが起きると思考が停止する可能性があるね、岡田監督は、うん、だからまあそういうことを狙いながら奇襲っていうのが岡田監督には一番効くのかなっていうような感じがする、うんうん。岡田監督は巨人のキャンプとかもチェックしたりしてるんですかね、選手とか若手とか。まあ、今はまだしてないと思うけど、オープン戦が始まって誰がどうのこうのとか、うん、すごいいいピッチングって言ったらどういうピッチングだみたいな、うん、まあ、そういうことはチェックすると思う。あ、そうなんだ。今の段階ではね、そんなチェックはしてないと思う、うんうん、ただその、まあ、セリーグの巨人から中田が中日に入ったとか、はい、まあ、中島が行ったとか、うん、それにしてももう戦ってるからね。そうですね、すでに、だからそういう情報は得てるだろうし、うん、そう考えると脅威を思うことはないっていうふうに思ってるかもわからないし、だから不気味なのはやっぱ俺は巨人だというふうに岡田監督は捉えてるはずなんだよね。やっぱ唯一の、そうですね、新監督はっていうのが、ね、が一番あるんでしょうね、うん、そらね、新庄監督が1年目の時にやっぱ他の監督を翻弄してたよね、はい、もう1、3塁になったらなんかバタついてたというかさ何かされると、まあ最近は慣れてきたけども、うん、だからまあそういうような状況に岡田監督を追い込めるかどうか、うん、それの唯一のチャンスがあるのは阿部監督かなっていう。
っていうとかさ、その巨人に後半、沖縄でキャンプ見に行ってくると思うんですけれども、はいはい、なんか見たい選手とか、まあ、もちろん阿部新監督に聞きたいこととか。いや、聞きたいのはやっぱこう外野手だよね。外野手争い、うん、まあ、センターがやっぱな、センターラインを決めないといけないしね、うん、まあ、大城、門脇、吉川、はい、まあ、この辺は決まってるんだろうけども、うん、あとセンターだよね。そうですね、センターをっていう、うん、あとはその若手、ルーキーとか若手の話もぜひ阿部監督に、まあ、そうだな、うん、聞いてほしい。まあ、やっぱりこう新監督だと使いたがるんだけどね。やっぱそういうものなんですね、そういうもんだよね、試したいという。そうだね、うん、だから今までいる選手たちっていうのは、はい、大体力量だとか性格だとか、うん、いろんなことが分かってるから、はい、これはレギュラーとして適正かどうかっていうのは、うん、もう監督の中で分かってる、うんうん、だから阪神を筆頭にするとすれば、はい、巨人っていうのは不気味な存在で脅威になってるはずなんだ今のところは、ね、うんうんうん、だからこれ最後まで脅威にならなきゃいけないし。そうですよね、うん、あと宇多さん的に例えばルーキーとか若手選手で話してみたい選手一人挙げると誰と話してみたいですか。萩尾。あ、萩尾、巨人ではね、萩尾選手か。まあ、昨年のキャンプの時も話させてもらったんだけども、うん、まあ、どういうふうに成長して、うん、変わってきてるのかな、はい、まあ、秋広もそうだけどね、うんうん、まあ、話してきます。お願いします、はい。